よろしくお願いします。としのみやです。ということでね、本日も、シャドーバーサー、グランプリをやっていきたいなと思います。では、やっていきます。では、デッキですけど、前回ね、5分の3勝てたので、人形をまた続けてね、買っていきたいなと思います。はい、ということでね、マッチングしたので、やっていきます。よし。さあさあ。とりあえず、これは大事だね。これは残して、この辺は一回切ろうか。では、決定。おっと、ウォーキス最初から引いたか。嬉しいけど、ちょっと早いよね。この段階で手札にあると、ちょっと邪魔かもしんないね。ククル引いたなら、シルバーで次のターン出すのはククルの方でいいから、これでいいや。よし。まあいいでしょう。とりあえずね、ククル出しておきましょう。3枚いる。すごい。これでね、オッケー。あ、でも相手があれだね。ちょっとカード出してこないタイプというか、フォロワー出してこないタイプだとすると、こっちの突進ができないから、あれができないね。なんだっけ。そう。せっかく、取ったシルバーの能力が発動させれないね。おーっと、こうなった？こうなったらシルバー使いたいところだね。どうしよう。あ、シルバー使って。でも進化させないと打点足りないもんね、このコツですね。まあ、いいか。突進はなくなるけど。別に、出すか。関係なく。あ、違ったなー、今。違ったなぁ、これ。いや、違うこともないか。別に違うことはないんだな。まあ、いいや。これで。あ、そうだ、ククル、そうだ、この能力あるじゃんね。あー、ミスった。今、進化いらないじゃん。いや、これ、やっぱりカードプールをよくわかってない。カードプールってか、カードの能力をよくわかってないところを見せつけたね、今。そうだ、クケルの能力で2打目あるから、今進化いらなかったよね。うわぁ、ミスった。無駄な進化権切ったのは痛い。これさぁ、操り人形残しときたいんだけど、操り人形使うしかない場面かなぁ。アクセラレート使う ?EP 削るのしんどくない？どっか、もう、わかんないや。しゃあないね。潰しに行くしかない気もするよね。これがそっちか。いや、いいか。これで、あいつ人形出して。出して。ここで、相打ち取って、まあ、相打ちと言っていいのか。まあ、2体で潰して、ここ殴って、あやつり人形出して。すげえ微妙ムーブ。よいしょ。いやー、きついな、これ。盤面取れてるような顔してるけど、相当厳しいよね。この後の手がないもんね。なにそれ。辛いなー。あ、終わったっぽい。これまあ、なんか、人形は溜めつつ、あれだよね、オーキスもう一回引いてくれるのを待つしかない気はする。あ、でもこれ邪魔になるかなぁ。あ、厳しいよ、これ。真実の宣告。何これ。はい、ダメージ。何だったんだろう。最後のカード知らないやん。さあ、マッチングしました。うわ、なんか強そうなんだけど。なんだろうね。時間とかが良くないのかな。もうなんかみんな強そうなんだけど。ああ、どうしよう。厳しいな、これ。よいしょ。さあ、エンハンス出して。進化しようか、これも。
進化して、こういって、操り人形はもう一回使い切ろう。クロスオーキス引いてないし、ジャンプも、もっともたないともいるし。うん。顔面一応2点入れとこう。うん。ねえ、オーキス使うしかないよね、これ。使うね。使って、次のドローにかけるだね、これ多分。うん。そうだね。わかんな。うん。これで、どうなるかだね。うん。え？あ、もうそれ以上処理できなかったんだ。ああ。やったね。とりあえず勝ちました。そうか、そうか、そうか。うん。今でも、今通した2点、2回目の攻撃を、あれだね、オーキスに通してきたら、わかんなかったくない？あれ？進化権残してたのか、僕。でも、失踪ないからね。うん。はい、ということで、第3戦はね、エルフですね。だいぶ始めたばっかりの人かな。ビギナーの人だったんで、まあ、どうだろうね。まあ、このゲーム、ランクどうこうではないけど、さすがにちょっと勝っておきたい試合なのかなっていう感じはありますね。うん。お疲れ様です。まあ、これはね、マッチングの運も悪かったね。まあでも、これは、勝ちは勝ちだから。うん。ありがとうございました。よし。うん。まあ強そうな人来ましたね。これは、まあまあさすがにマナリアっぽいですよね、なんか。ビショップマスターとかついてる人が、多分こう、ビーチとか使ってるんで、こういうパターンはね、僕の中で多分ね、まあ、嫌だと思うんですよ。その時強いやつを使ってるパターンな気がする。技術ウィッチか。最初、すごい堂々と、マナリトウィッチでしょとか言ってたけど、大嘘でしたね。うん。出しますか？うん。スペシャルに出して、こっから操り人形を貯めましょう。貯める前に、ただこれでとりあえず処理しましょう。持ってるやつは処理に使って。うん。こっからまた溜まるから、いいやって感じで。夏人形を処理に使って、帰ってきたフラワードルをもう一回出す。これでいいんじゃないですか？オーキス。うん。さあさあさあ。うん。待って、これ時間切れる。やばいですね。これ、絶望与えてる時間がある？大丈夫？ちょっと待って。オッケーオッケー。とりあえずやりたいことができた。うん、時間は間に合いましたね。ただこれどうなるかな？盤面をどれだけ処理されるかですね。さっきの効果でもリーダーダメージもありましたけど、盤面取れる効果少なかったんじゃないかな？俺ハルコンゴーレム。プレイゴーレムを出すか？真理の術式か。アイテムギリガーにダメージでしょ？真理の術式じゃないと多分盤面ダメ。おお、なんか来た。ちょっと待って、全然わかってない。全然わかってないけど、すごいの来た。何この子。よくわかりませんが、処理されました。どうですか。主語、ファンファーレ、土の技術、E プラスする。ファンファーレ、A アンサー2で、アイテム B だとアイテムは全てに。おお、強いですね、これ。ああ、魔法に入れしまして。あーっと、リーサル持ってますね、これは。このありがとうはリーサルあるときですね。ないんですか？え？思考中ですね。うん。ああ、これはリーサルですね。そうですよね。なんでそれ打つのにそんな時間かかったのかわかんないけど。はい、っていう
ということでやっていきます。うん。本気数は、最初版ではいらないかな。引き直せるでしょう。お、いいね。シルバー引いたのはでかいですね。シルビアは、困ったら使えるかな。わかんないですね。さあ、よし。でもね、僕ミッチだからって言ってね、マラリアでしょとか言うのやめますから。言ったらね、外れるんでね。さあ、知恵の光。うん。まだ何かわかんないですね。よし。この辺を出していきます。なんか相手があんまり盤面出してこないタイプだと、この能力がね、あんまり刺さらないですからね。うん。この方がいいですね。さあ、マジックミサイルで1体。これ3点全部通るよ、自分に。大丈夫？単純な顔面3点になったけど大丈夫だった、今。いや、ほんとかっこいいな、この子。かわいいし。マリオネットボーイ、ほんとに好きだな。うん。進化で、8点で、リーダー効果1点通るから、あるよね。うん。シルバーだけでとりあえず、取れるのか。シルバー出して、バーチャル人形で、顔面処理しましょう。フラワードールまで出しますか、一応。いや、シルバーで進化しなくていいんだ。進化圏なくても、ノアがいるから、ノアの進化もできるので、やっぱフラワードールは盤面ですね。おっと！これは守護が並ぶ。一点誰ですか？いや、これ、あるかもしれないな。これ、一点通るのあるかもしれないな。ないよね。そうだね。あったら守護並べないもんね。うん。いやーよかったですね。これは GG ですね、多分。よし。GG ある？本当に？ GG なくない？あるわ。大丈夫だ。よかった。厚み人形、ドローするもんね、これ。うん。いや、怖かった。危なかった、危なかった。うん。いや、すごいいい勝負でしたね、これ。うん。ここを打って、ここ行って、こう、こうですね。いやーよかった。ははありました。さあ、今回もとりあえず5戦中3勝でしたね。うん。よし。ということで拠点戻りましょう。いや、ギリギリの勝負でしたね。危なかったな。よし。ということで、今回は、今回も、かな？うん。5戦やって、3ウィンでした。さあ、報酬だけ開けて、報酬のパック引いて終わりにしましょう、今回も。うん。うん。さあさあさあ。うん。はい、ということでね、今回も特に何もないパックでした。では、お疲れ様でした。またね。バイバーイ。